主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれき第143回目です。143、はい。さあ、水月さんは台湾ラーメンって食べたことあります？台湾ラーメン、はい、ありますよ。ああ、そうなの。台湾ラーメンあるよ。あのね、知らない方もリスナーの方にはいらっしゃるかと思います。名古屋飯でしょ。そうです、名古屋飯、有名な名古屋飯ですね。はいはいはい、あれ台湾では食べられてないんだよ。ああ、そうなんですか。ああ、名古屋のラーメン屋さんが台湾ではこんな感じのラーメンを食べてるんだろうとみたいな感じだったと思いますよ。ははははで、その台湾ラーメンはあのちょっと辛い、そうですね、ひき肉が乗っかってるのが、うん、あの第一イメージなんですが、あれ今進化しててね、ほう、あの今台湾まで染まってるのが、あれはまたちょっとね違うもんだと思うけど、まぜそばの台湾ラーメン味ですね。で、台湾ラーメン味さらに ね、はあ、ね、今ね台湾カレーっていうのがあるんです。台湾カレー、うん、インドじゃなくて台湾カレーで、その台湾ラーメンの具、うん、まあ、要は辛いひき肉がミンチね、うん、普通のカレーライスに辛いミンチが乗っかってるカレー、はい、それに生卵をかけて混ぜて食べるの。うーん、あ、台湾あえ麺のご飯版ってこと？そう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 、カレーライス版。あ、でもカレーのあれはかかってんだ。普通のカレーがかかってる。あ、普通の？普通のカレーですよ。あのお丼みたいに、あのなんていうの？片栗粉じゃなくて？あ、違う、とろみじゃなくて普通 の、あの ルーっていう感じなの。あ、そうなんや、うん、それにそのカレーライスの上に要するに甘辛いミンチが乗ってるって、辛いのと生卵かかってるのが基本。へえ、うん、で前そのお店の前通った時は行列ができてたんですけど、はあ、この間行ってきたんですよ。ほう、食べてみたんです。ほう、美味しかったですよ。美味しいよね、うん、でも要はひき肉のカレーですよ。なんかキーマカレーみたいな、うん、まあ、なんとなく味は想像できるね、うん、なんかお家で作れそうよ帰ってきちゃいますね。どこまでブームになるのか知らないですけどね。もうなって、それは結構ポピュラーなの？僕全然知らないけど。いや、まだ市民名古屋飯でまだ台湾カレーは聞いたことないな。あ、そこまではまだ行ってないと思います。あ、でしょうね、うん、まだこれからのし上がってブームが、混ぜ麺はまあなんかね、ある程度認知されたかなって気もするけど、いや、カレーは知らないな。まだまだ最近ですよ。あ、多分あの東海地方の方はこれ聞いてらっしゃったら、ああ、ナウイぜって。本当に？なんか、あなたの家の近所に一軒しかない、なんか。いや、まあ、うん、あ、でもね、でもね、でもね、なんか、ココイチでも、おうちのこのお店限定みたいなので、なんかあったような気がした。あ、そう。うん、あ、そうなんだ。じゃあ、マジなんだ。だんだん来ますよ。うん、来年やったら。しかし、名古屋って感じだね。カレーとか味噌とかをなんか。はい、さあ、今日はですね、星の和名ということで、あ、前回に、はい、前回ちょっと太陽系の話と十二星座の話をしたんですが、あ、そうか、今日はちょっと他の構成です、ね、星座の星々をちょっと紹介してみたいと思います、うん、で、ちょっとたくさんあるんでちょっとトントンといきますね。ほう、で、あの僕だってそんな理科が得意じゃない人でも分かるような星しかあげません。そうね、あんな星こんな星って言ってもちょっとしんどいのでついていけないので、はい、あの ちょっとさすがにこれぐらい知ってる人と、うん、あの中学の理科ぐらいでも習ったでしょっていうような星をちょっとピックアップしました。ほう、でまず最初はオリオン座。ああ、オリオン座はまあ知ってるね、こんな、はい、やつですよね。
こんなでラジオの話ですからね。こういう鼓型のなんでしょ。そうですね。うん、でこれオリオン座全体的には日本で、まあ、地域によってね呼び方いろいろあるんですが、うん、鼓も、ああまさにね、そうですね、あの鼓のね、鼓のね、こういうくびれたね、はい、でくびれ星、あくびれ星、あそうそう本当に、であの真ん中がくびれてるからね、そうそうそう、袖星、ほうほうほう、袖ってあの洋服の袖です、服の袖ですね、というような呼び方があります、うん、でちなみにこのオリオン座って3つ星が並んでる真ん中にねベルトのとこね、はいはいはい、あそこからあれでしょ、毛利家の3つ星が来たんだよね。あそうなの、うん、3つに一文字、そう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 、あ毛利家の家紋ってそうなんですか、大河ドラマで言ってたよ、へー、で、このオリオン座の中の星に、ベテルギウスとリゲル、はあ、リゲル星があれあるんですが、うん、これを平家星と源氏星と言い合ったりするそうですね、日本ではね、うん、でちなみにこのベテルギウスっていうのはもうすぐ爆発しちゃうみたいよ、うん、本当に、うん、いい加減なこと言わないでください。でこのベテルギウスって地球から600光年ぐらい離れてるんだって、ほう、だから今見てる、もうちょっと季節的に見づらくなってきましたけど、今見えてるベテルギウスのあの光は600年前に光った光でしょ、ね、うん、もうもしかしたらすでに爆発してるかもしれないので、それがもうすでに爆発してて、爆発した光がそろそろ地球に届くんじゃないって言われてるんですよ。600年前に爆発してるかもしれないと、そのバーンって爆発したその光が地球に届くと満月がもう一個増えるぐらいの明るさになるんじゃないかって言われてます。へー、別になんか影響はないんですか。ね、もしかしたら爆発した時にそのいわゆる放射線みたいな、人類滅亡はありえるかもっていうのもあるけど、ちょっとね無機的に大丈夫みたいだよ。あ本当に、うん、よかったよかった、はい、で、はい、オリオン座です。さあ続いて北斗七星、うん、これも有名ですね、秘釈のね、はい、うん、この北斗七星はね、中国的な方の呼び方ですね、北斗っていうのはね、うん、で、日本では七つ星、うん、七夜星、うん、七夜の星、ほう、七寄せ星、ほう、七ます星、七条様、七つのお星様って書いてとか、まあ、いわゆる七つ星ですね。ほう、これなんか電車の名前でありましたね、七つ星、九州ですね、九州か、うん、高級電車ね、そうそうそう、はい、で、あとこの北斗七星を中仏教のあの宿陽教からですね、ほうほう、七曜の星、七つの曜日の星、うん、というのも、あります。で、この北斗七星なんですが、他にあの秘釈星、作法星、鬼星などなど、あ、秘釈の星って有名ですよね、いろんな呼び方がね、はい、うん、でこの北斗七星の絵の部分ね、うん、この秘釈の絵の部分を剣の先と見立てて、うん、これこの北斗七星をね戦星っていう呼び方もあります、うん、で北斗七星が、まあ、ずっと北極北側の星だから一年中見えますよね、うん、そうやね、で、この矛先、剣の剣先が12の方向を指しているので、うん、この方向で戦の勝ち負けを占い使ったというのもあったそうです、はいはいはい、でこの北斗七星なんだけれど、なんちゅうの、まずこの秘釈の、秘釈のコップの方、すくう部分ね、すくう部分のね方を上にすると、ほう、まず一番左上がドゥーベって星なんだって、秘釈の一番その先端部やね、うん、はい、でその右隣がメラクって星なんだって、
底の部分ね、うんうん、でもう一個の底が江の川の、はい、そうですね、そこがフェグだ、ほうでその左隣江の先端部、はい、先端ひっついてる部分ね、これがメグレス、ほうで江の部分が上からアリオとミザール、ほうで一番端っこですね、先っぽがアルカイドまたは、ベネトナシュっていう星なのね。うん、でこの今言ったミザールの星はですね、この星の横にもう一個ね小さな星が見えるんです。ほうこれをアルコルっていうのね。ほう西洋名では、うん、このアルコルは寿命星って言われます。ほうで、この寿命星はですね、正月にこの星が見えないものは、うん、その年のうちに死ぬと言われてます。うん、で、古代アラビアでは視力検査に用いられた。これは、水月さん。視聴性ですよ。逆じゃん。でも視聴性はこの星が見えると1年以内に死ぬだったよね。死ぬんでしょ。これは見えないと死ぬんでしょ。そうでもともか日差しじゃないじゃん。これでさ、レイとさ、マミヤがこう視聴性ね、こう見えてて、うんうん、ほんであマミヤも死んでしまうんだみたいなので、なんかドキドキしてたのよ。うん、でレイは実際死んじゃって、そうです、ね、マミヤは一時期見えてたんだけど見えなくなっちゃうんだよね、視聴性、うん、で死なずにじゃと物語が始まって生きるんだけどね、うん、この視聴性は昔から存在が知られてたんだろうって、あれ北斗の拳の中の空想っていうか作り話だと思ってたんですけど、まあ星でねこういう寿命云々ってね、三国志なんかでもあるけどよくある話ですよね。うん、でも僕金眼だから寿命星見えない、死にますよ。ああそうか、北斗の拳の説を取ると見えたりするんだから、生きるけど、このなんだアラビアでは、アラビア日本の昔の信仰ではあなたは死にます、死ぬんだ。見たことある、寿命星。いや分かる、そんな意識して見たことない。その横にあるなんていうのはあんまり気にしたこともない。見なかった。あ本当に。あそれ入れて7つなの？これ8つ目。あですよね。うんうん、だからミザールとくっついてるので。ああいや知らない。もう初めて知りました。ほら惑星も、じゃ構成もちょっとずつ動いてるから、うん、やっぱくっついたりちょっと離れたりっていうのが、うん、があるみたいよ。へえ。皆さんはアルコール寿命星。うん、ちょっと空を見上げてみましょう。ちょっと、北斗の拳を知ってる人は怖いな、視聴性見えても死ぬし見えなくても死ぬじゃん。どうせ死ぬんだ。見てたよこれで、あ見えないとか、ね怖いね、北斗の拳の視聴性もその星を言ってんの？この星だよね。あそうなの、うん、それ違う星ではないの？その星なの？なんで北斗の拳で違う星座出てきたわけわかんなくなっちゃう。あそうか、北斗か、なるほど、そうだ ね, ね、なるほど。じゃあまあ向こう行って迎え勉強していきましょう。さあ続いてサソリ座。サソリ座、あ今見えてますね、サソリ座ね、夜ね。分かんない、どれかしら。ああそうか、水月さんは町の子だから。ああまあまあそれもありますね。うん、キリさんどいなか出身だから、あ星がありすぎて、ね、そこは見えるでしょうね、うん、ありすぎて何か分かんないですけども、サソリ座はですね、まずこれ全部同じサソリ座の、ね、構成する星々を指してるとはちょっと言い難いんですけども、これから紹介するのもね。で、サソリ座はね、魚釣り星、タイ釣り星、うん、漁星、漁ってあの、うん、漁業 の, お魚を、ね、うん、あと釣り星、うん、いわゆるあの釣り針ですね。あこういうを見立ててくるってね、うん、っていうことですね。あと柳星って呼んでいたところもあるみたいで、サソリ座のをあの枝の垂れた柳に讃えてたみたい。ああまあ要するにこういう U の字
サソリの尻尾をこうね、はい、どう見るかっていうことですね、はい、さあこのサソリ座の中にあるアンタレス、アンタレス赤い星ですね、赤い大きな星ですね、これはあのーうん、セイントセイヤでねアンタレスの言葉を覚えたんですよ、うん、はあ、で、アンタレスはね日本ではね赤星なんですか、これはこれは5時ですね。5時ですか。収録時間がバレてしまいます、ね。これってさ、このさ、5時になったら帰りま、夕方になったら帰りましょうってさ、うん、うちの田舎も5時だったのよ。うん、でも 今住んでるとこで6時なのよ。ああ。なにこの5時とか6時って誰が決めたんだろうね。畑でしょ、これ要するに。畑に出てる人が時計ないから、あ、そうなの、そうでしょ、え、子供が家に帰る、いやいやいや、ガキは普通に帰るでしょ、もう子供はそうでしょ、農作業してる人が時計がないからって僕は聞きましたけど、違うのかな、まあ地域によって違うかもしれないけど、はい、これジャズダックに引っかからないよね、これぐらいね、あー、はい、どこまで言ったっけ、アンタレスの和名ですが 赤い星で赤星、うん、南の赤星、はあ、豊年星、豊かな年、うん、アンタレスを収穫の神として、収穫物が重くなる秋ですね、うん、収穫の時に赤くなるとこう見た考え方です。で、アンタレスが赤く見えると豊年、豊作、うん、なんだって、うーん、酒酔い星、あ、酒買い星、酔っ払ったみたいに、酒売り星です、酔っ払いから来ますね、うん、馬星、馬はあのね、牛虎うたつみの馬ですね、五ですね、はい、うん、北極星が、北の星ですよね、うん、なのでこれを根の星、ね、牛虎のね、あ、北のね、はい、うん、と呼ぶのに対して、アンタレスをその根の反対に位置する馬に位置づけて馬星と呼んだそうです。うーん、他にもねいっぱいあるんですよ、こらきりないね、はい、カゴカツキ星とか嫁入り星とか、うん、アキンド星とか樽担ぎ星とか、うん、荷物星、天秤星などなど、まあいろんな見方、つけ方があったみたいです。はい。で、他にもね、このサソリ座の一部で、の星で、阻害星とか喧嘩星とか、みこし星とか、うん、麦たたき星とか、たくさんあります。はい、サソリ座でした。さあ、続いて、秋の四角形、あ、いや、四角形で、秋の四辺形、うん、これペガサス、うん、座のことみたい、へー、でこれを日本ではマス型星、お、四つの星で四星、うん、四つ葉星、うん、四つの隅の星と書いて、はいはいはい、端っこの隅ね、で四つ葉星だって呼んでたそうですね、はい、続いてカシオペア、カシオペア、はい、うん、あの音楽家でありますね、カシオペアってね、ああ、そっち、うん、ここは電車じゃないんだ、ああそうか、もうで、かあれカシオペアは東日本のそうそうそうですね、こう開始になってですよね、はい、そうですね、はい、カシオペアですね、これ山形星、山形県って書いて、うん、山形星、山の形ですね、うん、あの M 字型に見たらそうだね、レムね、はい、うん、怒り星、怒りってあの船の怒りよね、はいはい、はい、女帝星、女帝、女帝、はい、うん、皇帝女帝ですね、うん、はい、蝶子星、はあ、蝶々の子供ですね、はあ、蚊の違い星、はあ、弓星、はあ、弓矢の弓ですね、北陽星、はあ、あの北の曜日の星ですね、うん、M 字星、うん、M 字星ってこんなの昔から呼んでたよね、うーん、結構なんか雑ですね、すいません、地方名というかあれなんでしょうね、いろんな地域によって、はい、あるんですね、うん、でこの怒り星っていうのはやっぱよく
やっぱり全国的に有名なのかな。あ、漁業を営む人々の間で知られた名前で、広島、香川、岐阜、福井、宮城など各地で見つかっ使われていたようですって。漁業を営む、岐阜に漁業をやる人そんなにいないと思うんだけど、岐阜はまあ川ですかね、うかいぐらい。はい、で山形星は愛媛や丹波地方で、で、ですね、で女帝星は専門家の間で使われてたそうですよ。なんでかってちょっと分かんないんだけども、門近い星は、大分中津、弓星は兵庫の姫路のあたりで、なんていうふうな、まあ本当地域地域で、まあね、これは日取り出したらキリがないでしょうな。そうですね。さあ、じゃあ次資料4ページですね。牡牛座、はあ、アルデバラン、はい、ですね。これはですね、後星、後ろの星ですね。これはスバルの後に続いて登ってくるからということで、スバルの後星というのを呼んでたり、奥佐の後星、まあなんていうふうに呼ばれてました。あと突き上げ、これスバルに、いや結局スバルの後にっていうイメージが強い星みたいですね。じゃあ続いて大犬座のシリウス。ああ、シリウス、これはナウシカにも出てくる。ああ、ありますね。シリウスに向かって撃て。これは青星、飛べじゃなかったかな。あ、シリウスで飛べか、うん、撃ては違いますね、うん。シリウス、青星、はいはい、青白く輝くところから、うん、風星、海上で、この星が海上で風が吹く頃に現れるところから、イカ漁とかイカ釣り船関係で使われてたみたいです。で、イカ引き星、まあ、イカ釣り漁業で、スバールね、さスバルが出てきたら、漁が開始、うん、でシリウスが出てくると漁が終わるという、そういう印みたいなね。だからイカをイカ漁とゆかりが引き上げるという意味ですよね。うん、続いて後星、また後星ですよ、うん、まあ、さっき出たアルデバランに使うことが多いんですが、オリオン座の後にシリウスが出てくるんで、うん、そういう意味でこれオリオン座の後星というので使うこともあります。あと大星、大きな星とか、うん、絵の具星、絵の具ですね、の星、キラキラ星、南の色白、うん、雪星なんかがあります。雪星は、まあ、地域にもよるんでしょうけど、雪が近くなるよという、この星が出てくるよというとってことみたいです。僕はこれを何であげたんだろう。子犬座のプロキシオン、うん、は、二つ星とか色白とか小さい大星、どっちやねん、小さくて白星なんかが呼ばれています。これはね、あのシリウスに対比した呼び方が多いそうです。はい、続いて双子座、カストルとボルボックという、まあ、双子座を代表する大きな星なんですが、うん、これは二つ星、うん、大きい二星、うん、大きい二星か、うん、ゾウ二星、ゾウニってあの食べるゾウニ、お餅のね、うん、この星が入る頃に落ちる頃にゾウニを食べる季節だよってことで、餅食い星、これも同じような意味ですね。水戸星、水門の星ですね、うん、この水戸っていうのは、漁で使う網などの中央にある逃げた魚を受け入れる入り口
なんですって。目印に小さい樽を2つ浮かせるんだって、うん、そういう道具と似てるからっていうので水戸星、うん、ビリ星、博打の時サイコロ2つ振って2つとも1が出た時をのをビリって呼ぶの。うん、そっからガニの目、うん、カニの目、まあ結局2つ並んで仲良く並んでるっていうようなイメージの星名が多いですね。さあ、ケリーさんの乙女座スピカ、うん、これは真珠星、うん、やっぱケリーさんも真珠が似合わないな。続いて伊手座のナント六星、うん、これまた大事ですよ。なんとね、なんと六星ですね。これは御星、これなんていうか、これ御の御っていう字ですね。竹冠にそのっていう字、あのその1その2のその、うん、ですね。御星ですね。御のはもみの実はもみのふるい分けに用いると、こうやってほらこういうなんていうのカゴみたいなのあるじゃん。 あれ実っていうでしょ。あれ実っていうのあのカゴの半、うん、口が開いてるっていうのなんか、そうあの百姓の家に、百姓の家にありますね。あれこうやってふるうわけじゃん、はいはいはい、お米とあのもみを、あその道具なのね。で誕生日祝いや、うん、お産のまじないにも使われたんだね、その道具が、うん、で、なんと六星をなんかその形に見立てて、うん、なんか見星って言ってたそうです。で、うん、なんとの方ですね、なんと六星ですね、うん、これは北斗七星に対する呼び名で、昔は南朱とか南朱って発音されたようです。で、農民、農業や漁業の方では煮干しの方がよく知られてたようです。うーん、はい、さあ今度夏の星ですね。琴座のベガ、うん、ベガは、七夕、うん、織姫、うん、織子星、はいはいはい、ね、で七夕自体は中国の民話、ね、そうですね。で、で日本で織姫星、織姫だよね、うん、で、中国ではこの織姫さんのことを織女、うん、織る女、はい、で、七夕爪って呼んでたんだって、うん、で、それをね日本でこの七夕爪って呼ぶのを棚機械、あの機械の木、うん、旗っていう字ね、うん、に、つはこれ何ですか、大津のつ、大津のつに女って漢字が当てられて、うん、でこれがですね、もともと日本神話に出てくる、旗を織りながら神を待つ聖なる乙女がいたんだって、日本神話に、うん、そういうキャラが、うん、それとなんか混同しちゃってミックスされて、あの織姫に、うーん、みたいな、ね、去年は何か七夕さんにお願い事しました？いやー、笹なんか飾りますか？しない。でもジャスコとか行くと、ああお店にね、どこそこの幼稚園とかでね、であれ見たらさ、はあ、なんとかのおもちゃが欲しいとか、ああいいじゃん。それサンタさんのお願いじゃない。いやいやいや、そ別に七夕のお願いって背が大きくなりますようにとか勉強ができますようにっていう願い事をする。で物欲頼む。そうなの？いや知らない、そんな踏み分けがあんの。なんかそういうふうに思ってたんだけど、へー、違う、なんだって七夕に頼んだって何もしてもらったことないじゃない、うん、サンタさんはちゃんと来てくれるじゃない。ああ、そうね。だからちょっと織姫も彦星さんも困っちゃうだろうね。はい、どれが違う。はい、今度ベガとアルタイル、アルタイルは鷲座ですけど、
これでね、2つ1組で見落とし、女と夫とか二つ星なんて、呼ばれてました。続いて今度わしだけのアルタイルだけですね、うん、アルタイルだけだと彦星、犬牛ですね。ああ、さっきのね、うん、あと犬飼い星、うん、牛飼い星、うん、親担ぎなんて言って、これちょっとそのわし座の他の星と組み合わせて見立てて読んでたようです、うん、で続いて白鳥座のデネブですね。まず白鳥座全体として表すのが十文字座間、うん、座間はあのケリー様とか水月様の様ですね、ようっていう字ね、うん、あとお十字さん、うん、十字架って十字架さんって、ね、ケリーさんとか水月さんの座ですね。で、デネブに対しては古七夕とか、うん、七夕系の名前とか、あと天の川星なんて呼ばれてました。で最後です、アンドロメダ、うん、これは大事ですよ。あ、そうなの。だって機械の体をタダでくれるんだよ、アンドロメダ行くと。ああ、スリーナインね、はい、うん、あ、でも機械の体タダでくれるって言ってさ、ほう、ネジにされるんだよね。あ、そうなの、うん、そういうオチなんですか、うん、あれメーテルは、うん、あれメーテルはアンドロメダ出身でしょ。そうやね。で、あの機械だらけの星になっちゃったから、うん、その星を星の状態を保つためにネジが必要なのよ。ほう。だからそのメーテルは若者を連れてきて、ほう、星の一部、星を保つ道具にさせるためにああやって拉致して連れてくる仕事をやってる。悪いやつじゃん。それはあれだから何億回繰り返してんだろうね。人間がネジになるの？うん。あ、そうなの、うん。原作ではね。へえ、うん。で嫌だって言って、でメーテルも鉄郎の言うことがごもっともだってので、うん、うん、あのお母様を裏切っちゃう、ね。うん。でアンドロメダは滅びるんだよね。あの鉄郎ってさ、すごい不細工だけど大人になるといい男になるよね。あ、そうなんですか。うん、なんかあれ見てない、なんか映画版の鉄郎とかすごい美少年。ああ、そうなの。うん、へえ。松本零士はね、そうだね。女性も急に綺麗になるし、男子もそうですね。大体同じ顔ですね。一緒だよね。うん、詳しいかと、あの詳しく見たい方はあそこ行ってもらうと、鶴ヶに行ってもらうと、ああ、それ全部見たらストーリーになってるの、あれ。なってるよ。あ、そうなの。そうだよ。あ、そう。ちょっともうね、宇宙戦艦やめたら詳しくないもんで、うん、あ、だからあれ39はちゃんと地球飛び立って、これで見ていったら、うん、順番通り、あの駅から順番に商店街歩いてって、最後はメーテルの鉄道のお別れになるんだよ。ネジにならないの？ネジにはそこはなんあ、なんない。へえ。さあ、このアンドロメダですか、これ今アンドロメダ星雲って昔言ってたけど、うん、今言わないよね。どうなんですか。アンドロメダ銀河でしょ。あ、そうなの。うん、あ、でこのアンドロメダですけども、トカキ星、うん、なん、トを書く、北斗のトに一角の角ですね、うん、とかマスカキ星、マスカキ、うん、とかって呼んでた、うん、そうですね、はい、さあ、なんかこうやっぱ今こう80星座が88星座をベースに考えちゃって、こう昔ながらのちょっとやっぱ北斗七星ぐらいかな。どういうこと。なんかこう日本っぽい言葉で、ああ、星の名前で、うん、まあそうね、まあ、かなりね、いろんな地域とかその職業によって見立てが違う。違いなのね。これはまあキリがないですな、ね、あの、うん、皆さんの地域ではなんかこういう風に言ってたよとかあったらまた教えてください、うん、じゃあお便りいくよ。はい、お便りまず多心中さんからいただきました。多心中さん、
こんにちは、そしてお久しぶりです、うん、おもれきが始まった当初少しメッセージを送らせていただきました。多心中です。忙しい時期が続いていてなかなかメッセージを送ることができませんでしたが、ちゃんと、全部の回を拝聴しております。妄想大河やシベリア鉄道、毎年恒例となった感のあるセンター入試の回などは楽しく聞かせていただきました。ごぼうの刑事の回では当分の間の下りでふと思い出したことがあったのでメッセージをさせていただきました。うん、十年前に授業で習った時、当分の間の意味は変更がない限りという意味らしく、ほぼ恒久的な意味合いを持っているようなことを先生が話してくれました。うん、その授業の後クラスでは当分の間貸してねがというブームが起きて、貸し借りに慎重になったことを思い出します。つまり、変更がない限りずっと貸してもらうからねっていう、うん、いわゆる借りパクですよね。借りパクやね。はい。さあ、法律や調書などに詳しくないので本当かどうか分かりませんが、ごぼうの刑事の頃にも同じようなニュアンスでアナウンスされていたとしたら、とりあえずずっとという感じだったのかもしれませんね、ということです。うん、ちなみに僕たち多心中さんって多心中さん、ね、中さん、あの女性じゃないかって推測していたんですが男ですと、おというふうにいただいております。ごぼうの刑事ね、やりましたが、センターの後ですね。はい。うん、確かに当面の間みたいな話してましたけど、うん、後半参加条はみたいな話でしたね。はい。うん、これとりあえずずっとと取れる、うん、なるほどね。まあでもあれって政府が変わってもちゃんと守んなきゃいけないこう道徳的なもんじゃなかったですか。いや後半はだって違ったじゃん。あ、違う、あ、キリスト教禁書が書いてあるやつか。うん、でも結局変わっちゃったんだっけ。そうそうそう、まあそういう、どんな今どうやって教えてんの。どうだろうね。はい、まあ他人中さんはこういうふうに習ったよってことですね。はい、うん、はい、すいません盛り上げられず。はい、続いて七春さんからいただきました。うん、お便り特集で読んでいただきありがとうございました。七春さんのね、と同じ名字の関連でお便りいただいて、あの自分の名字は俳優と、はい、おっしゃってましたねよっていうので誰だという話なんですが、なるほどなるほど、はい、というので、珍しいとはちょっと言い過ぎだったかもしれませんが、珍しいというか他の地域ではあまり聞かないかなといった方が良かったかもですということですね。うん、でちなみにちょっとどなたか どの俳優かって聞いたら、あ、教えていただいてるんですが、うん、あ、この人ね、男前の俳優さんですよね。ちょっとあのあれですね、バタ臭い顔の人ですね。うんうん、ね、あの確かに珍しいと珍しいんですよね。まあまああんまりまあないかもしれないね。うん、まあでも田んぼに住んでたって感じの人なんだろうね。そうかな。お前上の方かもしれないけど。ああ、ね、すいません私たちが分からないですよね。あ、七丸さんもありがとうございました。続いて今和の清五郎さん。清五郎ですな。はい。うん、岡山の沖田さんの話、これ名字の回ですね。うん、岡山の浮田さんの話がありましたが、今浮田さんは、めったにいませんが、浮田一族が池田氏や徳川氏に遠慮して名乗った浮田、うん、これは今言ったのはあの浮沈みの浮に田んぼの田は、うん、そのタイプの浮田さんはたくさんいます。地名もあります。清五郎さんの娘は浮田小学校に通っています。うん、確かにこの浮田秀家とかのこの浮田はあんまり聞かないね。なんで池田や徳川に遠慮するの？
そりゃ岡山の旧藩士、まあ旧領主だし、一応まあね、関ヶ原では徳川家康に盾ついたんだから。ああ、そういう意味で。そうでしょ、 あんまり目がつかないようにっていうことですか、うん、遠慮してってことでしょ、うん、なるほど、わかりました。じゃあね、今日はここまでにします。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマ、戦争の体験談、国語で習った国語の授業で習った戦争物語や歴史が歌詞になっている効果など、他にもいろいろお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、うん、お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com、Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらに、おもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。はい。はい、ではまた、ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。